はい、どうも。今、発車巡りの一番最後かん、あーと最後から2番目かな。倉吉の福住神社。福を積むって書いて、福住って呼ばれる神社かな。まあ、鳥取で。もう、ちょっと俺もね、農業研修から林業研修へ行くのか、それとも、有害鳥獣行くのかっていうのですげえグタグタだけど、やっぱり先につながるとすれば、やっぱり林業かな。やっぱり林業が悪い。自分でもね、あ、これいいなとか、しっくりくるっちゃしっくりくるんだわ。そしてね、ちょっとショッキングなこと。福住神社にご参拝いただきまして、ありがとうございます。はい。危険なんだって。もっといい参道あるじゃん。なんで、まあ、あえてここ行こうか。急だけどさ、マムシちゃん、こんにちはでごじゃるよ。ヘビ、こんにちは。あ、わかんねえな。いやー、まだヘビいるし。いや、まあ、足元っていうかね、これ結構急だよね。これは、ほんにね。しかも結構デコボコだからな、危ねえよかな。100メートル、200メートル下ったところに、なんか参道があるんだって。いや、でもね、これはね、まあ、なまった体にはちょっとちょうどいいかもしんないけど、まあ、ちょっと足元が 足元が悪いな。はあ、ゴミ捨てちゃダメだって。まあ、ここね、雪が降ったらダメらしいね。ここも雪降るんだね。まあ、だいたい鳥取自体がね、雪が降るっていうのを、今年のね、大山のスキー場でバイトした時に知ったから、そんな感じなんだけど、なんか鳥取中を行き来できるようになりたいよね。まあ、ついてない。ごめん。ちょっとぜいぜい演技したわ。おっと、ここが福住神社。まあ、演技じゃないんだわ。普通に疲れてるわ。体力なくなったな。おお、着いた。でもいいな、いいな。この年季がいいね。でもいいな、このしめ縄加減とかいいな。コツンってあるけどね。ポツンって、発車巡りのね、スタンプが。これ車で上がってこれるんじゃない？この道。車で上がってこれるじゃん。来た！いいね。まあ一応福を積むっていう語呂合わせ上、そんなに、まあ意味はないのかもしれないけど。いや、でもこれいいな。これはご本堂だね。ここにご神体があるのかな？やっぱり、奥にご神体があるよね。うわ、来たね。虫来ちって。いいね。なんだろう、あれ、象？象かな、あれ。どうなんだろうな。ちょっと鼻の長い象の、象となんかね、狛犬が合体したようなやつだわ。まあ、ここも、生活感があるし、多分、灯油式の火鉢だな、あれ。いや、でもなんかやっぱりね、空気がいいな。ね、風の音しかしない。
今来ても分かんないか。そしたらお参りをして、じゃあ最後の倉吉のまた最後の神社に行こうか。やっぱいいね。